6日、二見町東二見にある二見幼稚園の創立100周年記念式典が二見小学校の体育館で開かれました。会場には紙で作られた大きなデコレーションケーキや創立から現在までの写真の展示などがありました。11,294 名の卒園生は本園で培った心身の礎のもと、それぞれ立派に羽ばたかれ活躍されていることと思います。明石市が財産として育ててきた幼児教育をさらに充実させていくために、100周年を節目として二見幼稚園も西の地域としてしっかりとこれからもその一役を担っていただきたい、心から期待を寄せるところでございます。式典では園長や市長らが挨拶、園児たちの元気いっぱいのステージもあり、多くの出席者が節目を祝いました。式典終了後、園庭で記念花壇の除幕式がありました。それではお願いします。どうぞ。参加者らは合図に合わせて赤や黄色、緑の風船を飛ばし、空を鮮やかに飾りました。これからどんな幼稚園になってほしいなと思われますか？そうですね、やっぱり二見のこの良さを引き継いでいっていただいて、また後輩のために、皆さんに勇気づけていっていただけたら、子供に育っていただいたらありがたいなと思っております。職員さんだったということなんですが、何か心に40年前、もっと前に勤めてたんですけど、新任の時に。でも園舎は変わったんですけどね、あそこの振り花だけは残ってたので、とても懐かしかったです。ここに2回お勤めさせてもらったんですけど、最後もここで卒業させてもらって、お母さんたちやらもう可愛い子供たちに会えて本当に嬉しかったです。私もここの卒園ですけど、もう兄弟みんな、はい、6人兄弟なんですけれども、全員がここで、で私の子供も2人ここの幼稚園の卒園生なんです。100歳のお誕生日を幼稚園迎えましたが、どうですか？楽しかった。風船飛ばししたね。どうでしたか？楽しかった。おめでとうの言葉、幼稚園に言ってあげてくれるかな？おめでとう。